皆さんそれではお時間になりましたので、えーっとえー、午後のパラレル、えー、ディスカッション、えー、ビルトバックベターの実現に向けた日本の、えー、復興、えー、経験と教訓を始めさせていただきます、えー、午前中は英語で、えー、集中してお疲れのところですがあの日本語なので、えー、リラックスしてマネルディスカッションを進めてまいりたいと思います、えー、私はモデレーターをさせていただきます 国際連合地域開発センター、UNCRD の遠藤と申します。私どもの UNCRD は、ニューヨークの国連本部の経済社会局に所属しておりまして、オフィスは名古屋にあります。組織の名前にありますとおり、地域開発をテーマに活動しておりますが、今回のパネルのテーマ、ビルトバックベターに関連して申し上げますと、 国連の会議、UNDR r の会議も含みますけれども、国連の会議、また、とりわけ私どものプロジェクトであります、世界水災害ハイレベル指導者有識者会議、座長は元国連総会議長のハン・スースー氏、このハイレベルパネルの仕事を通じて、 国際活動を行い、その中で日本の防災に関する経験、いろんなノウハウ、これを世界に発信するお手伝いをさせていただいております。で、本パネルは、日本の復興経験に着目した日本の防災・復興関係者のパネルになります。 えー、まず、あのえー、本年元帯、元旦に発生しましたノ登、えー、半島地震によって、えー、多くの方があ亡くなりまた、有方不明者大災害がありましたまずはこのことに、えー、お悔やみ、お見舞いを申し上げます、えーまあ、このように、えー、現在、世界中で、えー、大災害が発生しておりまして 災害被害の軽減は重要なグローバル課題でありますその中で日本は諸外国に比べ地震津波台風洪水土砂災害また昨日大雪もありましたこの被害を受けてきた歴史の中でその都度復旧復興その後の対応 膨大な時間、費用、努力が費やされてきたわけであります。今回のテーマである気候変動による災害、来年30年目を迎えるこの阪神・淡路大震災が起こった神戸で、こういった災害軽減に関する議論することには大変大きな意義があると思っております。 <laughs> 日本は <laughs> 国際社会において世界の防災の取り組みをリードしてきましたが今回のパネルでは異なるバックグラウンドの皆様からこれまでの経験からどのような教訓が得られたのかこういったことを議論しますそして国際合意であります <laughs> 潜在防災枠組み これを達成するためにビルトバックベータタを実現し、一体するためにはどういったことが求められるのか、そういったことを議論するパネルディスカッションとなります。ままず少しし注意事項のようなことと、を連絡しますと あのまあ、非常に少人数の、えー、パネルなので、また後ほどあの質問を、えーえー、質問の時間を設けますので、えー、ぜひあの積極的にいろいろお質問、あるいはコメントをいただければありがたいと思っております。また、あのこれ、録画して、えー、後日、IRP のウェブサイト、ユーチューブにアップロードされるというふうに伺って、えー、おります。 <laughs> これから70分のパネルになりますが、よろししくお願いいたします <laughs> 私の隣から本日のパネリストですが、東北大学災害科学国際研究所副所長の小野雄一さん、慶応大学総合政策学部政策メディア研究科教授の小ラジブさん、JICA <laughs> 国際協力専門院の西川悟さん。 UNDRR の西川桃子さん、そして最後関西国際大学政府マネジメント教育推進室長の村田教授でです。それでは最初にパネルの皆様に自己紹介をお願いいたします。それぞれ三分ぐらいでよろしくお願いします。えっと小野さんから。あ、皆さんこんにちは。 あの、東北大の小野です。えっ、ー、と、神戸はですね、ちょっとあの、今日、あの、来た時にいろいろ考え、思い、思い出してたんですけども、あの、2005年の第2回国連防災世界会議の時に、あの、私はあの、事務局の UN の方で、あの、お手伝いさせていただいた時がいいになってまして、で、2004年の時に何回もここさせていただいて、準備とかさせていただいて、その時に、あの、えっと、西川先生とか、あと、角崎さんとか、いろんな本当にあの、ADRC の時ですよね、やらせていただいたり、あと、村田さんは、 はあの県かでしたっけ、ね、あの兵庫県かどっちかだと思いますが、その兵庫県の方も本当に、あの、小山さんとか西陰さんとかいろいろあの名前が浮かぶんですけど、本当に県の方にもお世話になりました。で、ラジブ先生はその時は、ゆうに CRD の兵庫オフィスにいらっしゃったということで、大体なんかこう、これが20年ぐらい前から、あの、お知り合いなんですけど、西川は桃子さんの方はまだお生まれになってたかも、どうかわかりませんけど、<laughs> <laughs> あの、そういうあれですけども、本当にあの、あの、お久し,久しぶりで神戸に来させていただきました。 皆さんんどうもこんにちはあの慶応大学のソロです体私の自己紹介も含めてくれているので私もともとインド生まれで、まあ、日本は30年ぐらいになっているんですけどちょうど今年で30年ですね。でその中で、まあ、民間国連 と、あと、まあ、大学ということ、まあ、三つぐらい、あの、三つ組織で働いてて、で、まあ、九十七年に民間に入って初めて、その当時、まあ、UNDRA の前、UNISDR っていうものあの、組織があって、その前は、国連防災10年というものは、九十年から九十九年になってたんですね。で、その当時、あの、国連のプロジェクトを、ちょっと民間の立場から担当して、で、そのきっかけで、まさにさっきの話の九十九年から、あの、西川さん、その時、アジボの署長、 で村田さんは兵庫県からアジボに出向されててで私はあのそれこそ <laughs> あの国連地域開発先端の兵庫事務所におりましたで、まあ、5年間あのこっちにいた後その後。<coughs> 京都大学と、あと、神戸大学に今、あの、京都大学と、京都大学に今おります。で、えっと、まあ、その間にですね、あの、まあ、いくつかいろんなことをやってて、で、最近の私、あの、大学の中でも、まあ、その、国連とか、あの、あと、あとでちょっと話します。IPCC、その、気候変動政府間パネルの、あの、気候変動の、あの、その、報告書、第六次の報告書を担当しておりまして、で、まあ、その、政策提言ですね、国の、あの、いろんな政策提言、 話をやっております。 でその間にあの2018年からインドの方でです、ね、あのその防災の,あのスタートアップは、リカという組織なんですけれども、小さな組織をちょっと立ち上げてで、まあ、そのイノベーションですね、その防災の中でイノベーションをどう考えていくかということを、まあ、若者の、あの結構、インドの優秀な若者とあの、日本の優秀な若者と一緒に混ぜてやってるところです、でも私の一番基本的な教訓が、やっぱり地域とコミュニティから来てて、でそれは2006年に、s e a s a ア i a というオあを、あの 兵庫県で設立して、曽根崎さんもそれの,あの理事をやっていただいておりますでその神戸からの教訓、その神戸の99年から2004年のこの5年の教訓とこっちにいたとき、その後からずっと続いている、そういう教訓が多分私の一番ベースになっていると思いますので、またその話を後であのでできればと思っています。よろしくお願いします、はいえー、と西川と申します、えー、と現在で総合防災の 国際協力専門医をやっております。えっ、ー、と、今日こちらに来られたのはとっても私は嬉しくて、実は2005年の第2回国連防災世界会議、当時私は内閣府防災で担当しまして、この第2回国連防災世界会議の成果を何かしっかりとした形で残したいという思いで、実は当時駆けずり回って作ったのが IRP でございます。で、その IRP がその2005年にできて、ちゃんと今でもしっかり機能していて、 今日このののよううにに、ねえー、素晴らしいいいがができるというのは本当に感慨深いものがあります、えー、と私個人としては防災、えー、と実は内閣府防災、その昔の国土庁、それから国土交通省でさまざまな分野で、場面で防災に関わっておりまして、具体的な災害としては、1991年の雲仙・普賢岳の火砕流、それからまあ95年のもちろん阪神・淡路大震災、当時、私、ここにおりましたけれども。 その後です、ね、2004年、えー、と昔です、ね、最の年と言われる年です台風が10個日本に本土上陸してそれから2010月にです、ね、新潟中越地震があった年ですその中越地震のです、ね、政府現地対策本部の事務局長を務めましていろいろな本当にあの能登、ね、半島地震を見ておりますと山古志村だらけで大変だなと。 いうことをつくづく思っております。まあ、そういうことでまあ、いろいろなあの防災での,の実体験を持っております。えー、今日ですねこのような格好で参加させていただくこと本当にありがたいと思っております。はいではよろしくお願いします。 皆さん、こんにちはあの。国連防災機関 UNDRR に勤めております西川桃子と申します。あのこの IRP フォーラムではあの司会をさせていただいておりましてあの、ちょっと英語で話しているんですけれども、先ほどあの遠藤所長がおっしゃったように、ちょっとこのセッションはあの日本語でリラックスしてできればいいなというふうに思っております。であの私は今あの、スイスのジュネーブの本部、 の、えっ、ー、と、UNDRR で働いておりまして、そこであの、仙台防災枠組みのプライオリティ4といって、あの、復旧復興関係、まあ、より良い復興、えー、ビルドバックベターの、えっ、ー、と、担当をしております。あとは、まあ、ま、IRP のジュネーブのフォーカルポイント担当でもあります。 UNDRR には2021年の7月より勤務しておりまして、あの、赴任する際には、まあ、西川先生ですとか、小野先生ですとかに、あの、一通りレクチャーをいただいて赴任した経緯もありまして、今回ちょっとこのような場で並んで、あの、お話しさせていただくのは大変恐縮なんですけれども、あの、ありがたい機会だなというふうに思っております。あの、UNDRR で働き始める前は、あの、国土交通省の事務官として、あの、10年以上働いておりまして、 あの鉄道航空建設業など様々な分野の業務にあの従事しておりました。で、irp の担当になったのはあの昨年の7月からなんですけれども、その前はあのジュネーブで仙台防災枠組みのターゲットの一つである。あのターゲット e という防災計画を。 えっと、国と地方で作ってその計画を持っている国の数を増加させるというような、えっと、取り組みの担当をしたりとかあとはあのグローバルプラットフォームという国際会議防災に関する会議がありますのでそこのセッションを担当したり昨年行われた仙台防災枠組みの中間レビューの,あの担当の一人として携わったりしておりましたあの今日楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。 <laughs> 皆さん、こんにちは、関西国際大学セーフティマネジメント教育推進室の村田です、兵庫県の職員の方、結構顔見えますけれど、県庁職員37年間勤めまして、7年前に関西国際大学の方に移籍させていただきました。 県庁職員の16年目にですね、阪神淡路大震災が発生したことになります。当時私は土木部の職員だったんですが、えー、実家が全開しまして、もう講師ともに非常に大変な思いをしました。まあ、壊れました実家は、まあ、戦前の開口部のまあ広い まあ木造住宅で家族4人が救命になりまして、まあ祖母がまあ残念ながら亡くなりましたが、他の3人は隣のご主人に救出されてまあ無事でした。今も健在しており、健在です。 で、まあ、あの、地震そのものが人を殺すのではなくて、家屋の倒壊が人を殺すという、まあ、世界共通の、まあ、事象が、ええー、まあ、私のにも降りかかったのかなと。で、一方、まあ、災害直後には、まあ、公助には限界があると。まあ、自助、共助が、まあ、やはり、ええー、大切だということを身をもって、ええー、体験したところです。 今年の能登半島地震でも旧大震の古い木造がたくさん倒壊して29年前と同じような状況で多くの犠牲者が出たということを目の当たりにしまして軸にたる思いで年明けを迎えたという形になりました。阪神淡路大震災後はまさにビルドバックベターの まあ上を行くと私は思っておりますが、まあ、創造的復興をまあキーワードとして、えー、復興計画、フェニックス計画を作り、まあ、モニタリングをしながら、えー、まあ3年間、県庁の方で復興対策を行いました。で1998年にはまあアジア防災センターの設立に関わって、その後人と防災未来センターの設立、でまあ、西川先生にも大変お世話になった IRP の設立、 さらに関西国際大関西広域連合ですね、その設立なんかにも、ま、携わることができました。で、ま、この間、ま、インド、え、ラジブさんにも非常にお世話になりましたが、ま、ネパール、トルコ、フィリピン、ま、数えたら20を超えるぐらいの、ま、海外の被災地に行くことが、ま、できました。で、ま、え、今年の29回目の1月17日には、ま、本学の、ま、学生防災士、ま、 今日も来ておりますが、え、彼らを連れて朝5時46分から、え、神戸のメモリアルイベントに参加して、え、その後は三宮駅で、え、募金活動も、ま、させていただいたというようなことをしております。まあ、こういった、まあ、兵庫県の地方公務員ですけれど、ちょっと異色な、まあ、経歴によって、まあ、大学に ることになったり、まあ、本日、えー、久々に IRP フォーラムにもお声がけいただいて、えー、知らない顔ばっかりだったらどうしようかと思いましたが、知った顔ばっかりでですね、えー、ちょっと安心しているところです。今日はよろしくお願いいたします。 はいいありがとうござますそれぞれ自己紹介の中ですでにいろんな防災の日本の取り組みの歴史ですとか、あるいは私は実は皆さんとは、きょうは大変なんですけど、すでにいろんなつながりがあるということも最初の自己紹介で非常に皆さんよく分かっていただいて、またそういった人のつながりが日本の防災力というんですかね。 そういったものにつながっているなと、なんかそんな予感を感じながらあの、パネルディスカッションがこれから進められそうな気がします。で、これだけあのいろんな立場で、あのまたいろんなあの、まあ、グローバル、ローカルの場で仕事を、えー、された方でありますので、えー、ここからはあの、お一人お一人に、えー、それぞれ違う質問をあらかじめ用意しております。 えっとここからは、えー、順番、えー、私の一番、えーっと、向こう側から、えー、村田先生から、えー、一つ一つあの個別の,あの質問をさせていただいて、あのその、えーまあ、お答え、いろんなコメントをいただきたいと思います。す、ま、で、あ、にあの先生の自己紹介でにもありましたけれども、あの兵庫県において、 えー、本当にあの長らくあの防災業務に従事されたということで、本当にご苦労様でございました。あの阪神・淡路大震災はもちろんですけれども、えーま、国内外の地震、えー、津波、えー、土砂災害など、えー、本当にいろんな災害の現場のご経験をされたということですけれども、えー、村田先生にとりまして、えー、災害復興に関する経験を通じて得た、 大きな教訓は、どのようなことでしたか。そして、その教訓が、どのように、今後の災害、さらに昨日も大雪がありましたけれども、その教訓が今後の災害に生かされていくとお考えでしょうか。最初の質問であります。村田先生、よろしくお願いいたします。はい、えー。ご質問ありがとうございます。 えー、先ほどの自己紹介の中で、まあ、の、のと半島自身でも、まあ、古い木造が、えー、たくさん倒壊したということをちょっと少し触れましたけれど、えー、壊れた、えー、建築物の再建については、まあ、当然、新耐震基準で行いますので、えー、まあ、耐震性が、え、しっかりある形で、 まあ、え、阪神の被災地も、まあ、能登の被災地も今後復興されるかと思います。えー、まあ、全した実家の目の前には山陽新幹線も走ってるんですが、まあ、その後のまあ復興、えー、復旧作業でも、えー、ラーメン橋脚については、まあ、鉄板が巻きつけられてですね、えー、耐震補強が、まあ、行われて、まあ、まさにビルドバックベターの復興が行われたのかなというふうに思います。 えー、まあ、朝5時46分の震災でしたので、うん、学校での子どもたちが巻き込まれるということはありませんでしたけれども、いわゆる公共建築物ですね、まあ、小中学校、まあ、義務教育という名の下で、えー、次の世代を担う全ての小中学生がまあそこでまあ勉強している場所になるわけですね。えー、まあそこでの被害というのは、まあ、絶対に、まあ、 え、起こってはいけないということで、え、震災の後、ま、全国的に、え、公立、え、建築物、特に小中学校の耐震補強というのが、ま、行われました。え、2000年頃、ま、震災から数年経った時点でも、まだ、小中学校の耐震化率40%程度でしたけれど、ま、去年は99.8%まで、ま、ま、上がってきてまして、ま、ほぼ、耐震回収は、え、完了しているかなというふうにも、思います。 ま、協力等の、ま、重要インフラにつきましても、え、被災地だけではなく、ここがポイントですね。ま、全国的に、ま、耐震診断、え、耐震回収、ま、耐震補強、ま、そういうのが、ま、行われてきて、え、ま、近年の、ま、え、大きな地震では、ま、かなり被害は減ってきているのかなと。 まあただインフラの場合、被害がなくて当たり前のようなまあ感じがありますので、どれだけえ被害が低減されたかというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、日本の公共インフラ、随分耐震補強進んでいるとは思いますが、やはり優先順位とかえ予算の関係で、中山幹部のえインフラ、結構老朽化も進んでいるということで、まだ被害がゼロにはなってないという形かなというふうに思います。 日本では災害、被災地のビルドバックベターだけではなくて、全国規模で同様の被害が発生しないように、一つの災害がきっかけになって、全国的に耐震性のチェックとか回収が行われてきています。まあ、これにはいわゆる被災地ではなくて、いわゆる未災地ですね。まだ災害を経験していないところ、そこの事前対策。 え、ま、これも事前のプリペアデネスということで先ほども結構強調されましたけれど、日本は被災をきっかけに全国的な事前対策が行われるということを海外にもきっちりと伝えていきたいと考えています。え、で、まあ、復興計画を立てるときには、日本の場合、阪神以降ですね、住民参加とか住民主体、このあたりがキーワードで取り組まれました。 しかしながら、海外では、まあ、去年のトルコの事例なんかを見ても、やはりトップダウンで行われているということが、まあ結構あるかと思います。この神戸で根気よく、根気強く、まあ時間をかけて実施された住民参加のまちづくり、こういったコンセプトもしっかりと海外に伝えていきたいと思っております。あ,ありがとうございました。 正の村瀬先生の、えー、話は私にも、まあ、懐かしいと言ったらちょっと語弊があるんですけれどもちょうど私もあの阪神・淡路大震災の時にはあの国土交通省の、えー、高速道路課というところで勤務しておりまして、えー、あの震災が起きた直後から、えーま、職員の半分ずつが、まああのま、徹夜で、えー、いろんな 被災の状況を、えー、情報収集したりあるいは、応急復旧で、まあ、どこからあの、まあ <coughs> えー、緊急復旧していくのか、まさにそういったあの私自身もあの、まあ、防災の、まあ、専門家として初めて経験をさせていただいたのが阪神・淡路大震災。 でありましたで先ほどあの、村田先生の話の中に耐震補強、さらにあのここは非常に重要なあのポイントで、私もあの、まあ、クリアに覚えているんですけれども、その、えー、阪神・淡路大震災以降、えー、すごい、えーまあ、スピードで、あの橋のょ梁の、えー、耐震補強が行われました。 まあただ、あの日本の橋梁、15メートル以上の橋梁だけで17万あるんですね、当然、その17万を全部耐震補給するっていうのは、お金の面から言っても、まあ、ありえない話でありまして、そこは日本はどのようにしたのかというと、まあ、大災害が起きたときに、いろんな復旧、復興活動をするために、重要な橋梁というのは、やはり高速道路であったり、 えー、たたあ一桁、2桁国道、ね、直轄国道と言われる国道なんですけれども、まあ、そういったところの協力に関しては、えー、私の記憶している限りではおそらく10年ぐらいですべ、えー、て耐震補強がされたのではないかなとで、まあ、それはあの私も当時、まあ、そのお金があの、まあ、投資されていて本当にこれが役に立つんだろうかと、えーまあ、思いながら、えーまあ、個人的に見ておりましたけれどもこれはやはり あのその後の東日本大震災で大きなあの成果をえ発揮してえ日本の各地から被災した東北の三陸沿岸にいろんな復旧支援活動がまあ非常に素早くできたのは高速道路それから高速道路からつながるまあ国道そういったものがあったからだとまあその時初めてまああの認識をえまあ <laughs> したそういった私自身のまあ私自身のあの えー、思いがあります、えっと、それでは、あのえー、皆さん、時間どおりにお話をしていただけるので、あの今のところ時間、順調にいっておりますので、あのゆっくりとお話いただきたいと思います。えー、っと続いて、えー、UNDR の、えー、西川桃子さんに、えー、伺います。えーっと <coughs> 現在、仙台防災枠組みのプライオリティ4、優先行動の4番、ビルトバックベターの推進の優先行動でありますけれども、午前中の会議でも枠組みの中間レビューが行われたという話がありましたけれども、その中で、なかなかこのビルトバックベターという考えが、各国、とりわけ途上国の 政策意思決定において、えー、うまく適用されていないと、まあ、そういうような指摘があるということが問題、えー、最初のプレゼンテーションで、ポールさんがお話しされてたかと思いますけれども、えーまあ、その中で、まあ、日本の復興経験、そして教訓が仙台防災枠組みに対して果たす、えー、役割について、どうお考えですかというのが、西川さん、小野さんへのご質問ですお願いします。 はい、ありがとうございます。あの、今ご紹介いただきましたように、あの、午前中のあの、私の同僚のポールからのプレゼンテーションでも、あの、ありましたように、昨年行われた中間レビューで、あの、各国が発表したポリティカルデクラレーションという政治宣言という文章があるんですけれども、そこの中で、 先代防災枠組みの中でも、とりわけプライオリティ4とビルドバックベターについては、まああの、もちろん進展はあるんですけれども、他の項目標とかに比べると、まあなかなかこう各国の中で、まあシステマティカリーっていうふうにあの書かれましたけれども、システマティカリーにアダプテーションその適用されてないんじゃないかというような指摘があのあったのが、まあ事実ではあります。ただ実際にその、まあ在家の方の取り組みだったり、あのアジア防災センターの方の取り組みはそうですけれども、こういろいろ現場を知っている方のお話 話を聞くと実際にこの先代以降各国でそのビルドバックベターが普及していないかというとそんなことは決してないと思うのでちょっとそこはその現場レベルの話あと国レベル、まあ、地方レベルコミュニティレベルの話と,ちょっと国際社会で議論される話の中に、まあ、少し乖離があるのかなというような気もしております、まあ、なかなか国際機関というのは結構何て言うんですかねやっぱり 地域とはちょっと距離があるような、あの、部分がありまして、なかなか本当の現実的な、こう、情報を吸い上げていくっていうのは難しい部分があると思うんですけれども、あの、午前中のセッションで、あの、小野先生からも確かご質問がありましたように、まず、こう、各国のこう、現状を、あの、いろんな取り組みとか、あの、ま、もしかしたら、こう、課題も含めて、 きちんと把握していくのを、まあ、国がやって、それを国際機関がまあ吸い上げていければ、まあ、より良いかなというふうにあの思っております。で、まあちょっとそうした前提で、まあ、雑白なこう考えではあるんですけれども、あのまず仙台防災枠組みの工事メイドってどのぐらいなんだろうというのが、ちょっとまず思うところではあります。あの、私はちょっと恥ずかしながらですね、あの、この業務に、あの、 2021年7月、UNDRR に来るまで仙台防災枠組みというのを知りませんで、で、ちょっとその UNDRR に来るときに、あの、周りの人に言っても、まあ、まだちょっと知らない人がほとんどだったかなという気がしております。もちろん、あの、防災の関係者の方は、まあ、常識のようにしていらっしゃるかもしれないんですけれども、あの、防災に全然関係ない仕事をしている人、まあ、については、ちょっとまだまだ知名度が足りない部分があるのかなと思います。 でその中でも特にそのプライオリティー4の、まあ、ビルドバックベターだったり復興の考え方っていうのはまた特に目立たないようなあの位置づけになってしまっている部分がありまして、まあ、そこをもうちょっとこう目立つ存在にしてかつ仙台防災枠組み自体の知名度も上げていくようにあの国際機関としても頑張っていかなければいけないなと思いますし、まあ、そこを には、あの、日本の、あの、経験や、あの、リードが、あの、必ず、あの、必要となってくると思います。今、あの、国連では、あの、国連事務総長の旗売りで、アーリー・ウォーニング・フォー・オールという早期警戒システムの、まあ、普及が、あの、旗が振られているんですけれども、まあ、ちょっとそこが、あの、 早期警戒システムだけでいいのかみたいな議論はあるので、あの、議論は置いとくとしても、ビルドバックベターについても、まあ、もう少しですね、あの、組織的に、あの、一丸となって、打っていかなければいけないんじゃないかなとは思うところではあります。で、そのリードができるのは、まあ、あの、経験を歴史的にも持っている日本なのではないかなと思います。とは言っても、まあ、言うのは簡単なんですけれども、やっぱりやるのは難しいので、じゃどうやるのかなっていうときに、 あの、そうですね、今、あの、防災計画の、えっと、目標が、仙台防災枠組みの中にも入っていて、なかなかそのステータスを把握するのが難しいという状況があります。で、あの、各国に、防災計画ありますか、どんなですかっていうと、まあ、もちろんやってますっていうふうにおっしゃって、で、まあ、当然自分たちの国のことを外に話すときに、あの、 いいことを言うんですね。まあ、素晴らしい計画持ってますと。どうでしょうみたいな感じなので、もうそれ以上ちょっと話が進まなくなってしまったりして、あとはあの実態の中身を見ようとしても、あのローカルな言語だったりするので、ま,あ、またわからないというような状況に。 ありますで、まあ。ビルドバックベターについてももしかしたらこう同じような状況があるのかなと思っていて、まあ、本当にこう復興がきちんと進んでいる国や地域がたくさんあったとしても、その実態を把握するのも難しいし、あとまたその一方で全然その進んでない国があったとして、それを把握するのも難しいということで、そのまあ現状を把握するっていうのが、まあ、特にこう、国際的な目で見たときにすごい難しいんじゃないかなというあの実感を持っておりますで。あとはまあちょっとこう、 カジュアルな話になってしまうんですけれども、あの、私、あの、外国で働いていると、まあ、すごくこう、外国の人との間で、異文化、んでしょうね、異文化のさ、あとカルチャルディファレンスみたいなのをまあ感じて、あの、やっぱりちょっと合わないなって思うことが多いんですよね。あの、2年半ぐらいがか、働いているので、かなり慣れてはきたんですけれども、まあ、時間感覚とか、まあ、仕事のクオリティ、 に求めるものとか、こう情報共有に対する捉え方とか、まあ、ワークライフバランスに関すること、もちろんその他の文化の方から学ぶことも多くていいなと思うことも多くあるので、まあ、ちょっと自分と違うなという意味での合わないなんですけれども、まあそういうことが、まあこうビルドバックベターを日本から世界に普及するときにも、あの視点として必要なんじゃないかなというふうにあの思う。 ことが、ま、多々あります。やっぱりこう、日本の復興経験って、こう、日本の文化に根ざしていて、まあ、きちんとこう、集団で助け合う文化とか、あとは予防する文化とか、あの、深くこう、日本の歴史的な、こう、文化的なことに根ざしていることなので、あの、もし海外にそれをこう、売っていこうとすると、まあ、きちんとこう、海外の、えっと、考え方とか、まあ、日本との違いみたいなのを、よくこう、理解した上で、あの、 プロモーションしていくっていうのことが必要なんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、ちょっと話を変えて、あの、以前、ま国交省で働いてたときに、 インフラ輸出ですとか建設業の海外展開の担当をしておりました。でその時にですね、まあ、よく言われてたのは日本のインフラとかこう耐震、迷信技術っていうのはまあすごく質が良くて、もうすっごいしっかりルールとかもあるんですけれども、まあ、高価で、あとはもういろいろ基準が厳しくて外国からするとまあ、チューマッチでめんどくさいとで。だからそういうことをこう言われてしまうと、やっぱりこう日本人としてはきちんとする すすべき基準っっていっぱいいぱあありますし、あの譲れれない部分もも、ると思うんですけれども、まあ、外国の人が、ここはもう自分たちにとっては大事じゃないから妥協できるとかって言われてしまうと、もうそこでなんかこう基準が緩くなって、もしかしたらこう人の命にもつながってしまうような話になってしまうかもしれないので、まあ、そこはちょっと日本の方でも、あのすごくいい文化、あの経験を防災、 について持っているので、こううまく伝えていくっていうことがこう。重要なんじゃないかなというふうにあの思っております。で、まあ最後にまあ。そうですね。あの、ちょっと日本の人はあの私も含めてなんですけれども、やっぱりこう。自分がいいものを持っていても控えめに言う部分があるかなと思っていて、私のこう勝手な印象ではこう1位があったとしてまあ、日本の人がえっと0。 1>, 1ぐらいに言うのをなんか西洋の人はまあそう偏見ですし人にもよるんですけどもう100とかぐらいにおっしゃるので、うん、その日本の人と西洋の人の言うことって、まあ、すごい差が開いてしまってそこはすごいもったいないんじゃないかなと思うのであの日本の人には頑張ってほしいというのを、うん、あの強く思ってますので <laughs> あの感想を持ちて恐縮ですけれどもはははい、はい私からは以上です、はい、あのありがとうございます。えー、っと、えー いく,いくつか私もあの、えー、感じながら聞いてたんですけれども、あのいや、結構、あのえー、午前中の,あのパネルディスカッションでも、各途上国あの、防災部局とか、あるいは危機管理局がちゃんとあって、皆さん、あのまあ、それぞれ計画があるとか、まあ、どういうふうにやるべきかっていうのは、あのご存じ、ちゃんと。 あの知識としてはお持ちいいですけれども、印象的だったのが、マラウイの方がおっしゃってましたけど、災害が起きてビルドバックベターしようと思ったら、その途中でやられてしまって、やろうと思ったらまたやられてしまってってそこが、つまりやっぱり、ちゃんと頭で、あるいはあの組織としては分かっているけれども、現実はまあそう思った通りにならないと。 まあそこにやはり、えーまあ、大きなチャレンジがあるのかなと、まあ、そんなこ、あのー、とを感じながら、えー、聞いてましたけれども、まあ、その中でまあ日本があのさっき小野、えー、子さんが。 まあ、ど,どういうふうに、えーまあ、日本は控えめすぎるんじゃないか、まあ、もっと日本がこう助けられるっていうんですかね、貢献できるところが、まあ、あるんですけれども、単に、まああのまあ、理想だけを押し付けるというわけでは、なかなかあ途上国、とりわけ途上国にはまああの浸透しないと、まあ、そんなことなのかなというふうに聞いておりました。えっと、それでは、あの今度は JICA、えー、の、えー、西川先生に、えー、お伺いいたします。 すでにあのご紹介あの自己紹介のところであのいろんなあのご経験をお話いただきましたけれども、えー、そういったことを踏まえまして、えーまあ、日本の復興経験から得られる教訓、えー、その国際的な意義について、えー、どのようなお考えを、えー、お持ちでしょうかまた、えー、この仙台防災枠組み以降、えーまあ、国際的に見てこの ディルトバックベターの浸透状況、えーまあ、国際的な変化等についてあの、いろいろコメントいただきたいと思います、西川先生、よろしくお願いしますはいありがとうございます。えー、とまずあの、先ほどの西川さんからのコメントの関係なんですけどどうも日本ではですね、SDGs ってなんかすごい人気なんですよね、それに比べるとね、仙台防災枠組みの知名度がはるかに低いのは非常に悲しいなと。 これはなぜかなと私ずっと考えてるんですけど一つはですねやっぱり日本人というのは膨らも物が好きなんですよ SDGs はなんかは外国から来たんですよね仙台っいうのは日本の地名がついちゃってて膨らも物じゃないんであんまりありがたくないと思ってらっしゃるんじゃないかなとそれともう一つはですね SDGs についてはこれ外務省の私実はお友達がですね非常に優秀な方がいいですね日本国内で SDGs を広めるためにピコ太郎を呼んできたんですよ で、ピコタラがあの YouTube でやったのをやったんですけども、残念ながらですね、UNDR、昔の UNISDR でピコタラを呼んでくる人仙台防災学組の PR のためにあのピコタ郎に相当する人を捕まえられなかったっていうのが一番の反省事項だと深く思っております。<laughs> と言っておいてですね、さて、えっと、日本の復興経験の話です。で、えっと、実は国際会議に行くと、日本国内よりもはるかに SFDRR あるいは仙台っていう言葉はしょっちゅう聞くんですねそういう意味ではあと私はあのこれまで1994年横浜2005年兵庫それから2015年仙台と3回やってきてよかったのとであのこれまたあのちょっと脱線しますけど2005年の兵庫っていうのはですねもう大エポックメイキングな会議だったんですそれまでははっきり言って 自然災害っていうのはアジアやラテンアメリカの一部のかわいそうな国の問題だって世界の体制とは関係ないと平然という国がほとんどだったんです。実は私2005年の会議の準備をやっていて一番困ったのはなんでそんなくだらないテーマで国連会議をやるんだやめろという猛烈なヨーロッパからの発表を受けました。彼らにとって自然災害って俺たち関係ないと思ってたんです。ところが2004年12月のインド洋津波で 多数のヨーロッパ人がアジアのリゾート地で亡くなったんで、突然我がことになったんです。それで世の中大転換して、ですので2005年の第2回国連防災世界会議、もちろん兵庫県の全面的なサポート、神戸市の全面的なサポートありましたんで、大成功しましたが、それ以上にインド洋津波のことでですね、突然防災って国際アジェンダなんだと世界が気がついた会議でした。 えっとまあ、そういうことからですね今あのいろんな国連会議に行くと仙台って言葉はよく聞きますしまたあのこのビルドバックベターもつい最近、まあ、今,今から5年ぐらい前まではそれはごく一部の被災した地域であるいは被災した国の話でしょうと私たちには関係ないという反応だったんですけど全世界がコロナにかかってしまったんで。 コロナからの復興という意味でビルドバックベクターがその文脈でも使われるようになりましたいやそういう意味では、えー、と日本が一生懸命言ってきたことがだんだん世の中に通じるようになってきたという意味ではあのそれこそあの1994年以来頑張ってきた甲斐があるなとつくづく思っておりますで例えばあの去年はですね、えー、G20 の議長国がインド G7 の議長国が日本だったんですね でどちらの首脳宣言文についにも防災の話がしっかり書かれています。で特に G20 では、えーとまあ、モディ首相のリーダーシップでですね、それまで G20 で防災についての分野別会合というのはなかったんですけれども去年あの、インドが議長国になってインドとして独自色を出したいということで防災を新たなテーマとして取り上げるんだと。でかつ、 まあ、あのウクライナ問題もありますのでなかなかです、ね、今、G20 では、えー、と分野別会合で合意が取れないただ、きっとこれは、ねえー、とインドとして防災だったら分野別会合でも合意が取れるだろうという読みがあってなさったんだと思いますであの私、この G20 の会合防災会合にですね、まあ、3回参加させていただいて。 3回目は猛烈に揉みました、やっぱりだけれども、何とか合意文書ができました、防災ですと、やはり世界各国、災害がある国で、今までは災害がある国はごく一部だったんですけれども、コロナで全世界が被災したので、ある意味では、まあ、自然災害ではとはいくかどうかは別なんですけれども、あの共通の,あの認識にはなってきたと、まあ、そういう意味ではだんだんですね、この日本の考え方、あるいはそのビルドバックベターって考え方、だいぶ普及してきたなと。 思ってます。であとはですね、えっと今まで日本まあ、それこそさっき私が自ら体験した災害で雲泉不減だけとかえっと新潟中越とかありますけれども、あのー、日本の場合ですと放棄された被災地はないんです。必ず再建してるんです。いろんまあその従前通りではありません。もちろん変わってます。一番の点検はこちら神戸ですよね。昔あのハット神戸っていうのは 製鉄所でしたそれが今は全く違う町ですけれども活気のある町になってますよねであのそれは山越村だってそうです山越村も今もう、えっと、自治体としての山越村はありません長岡市の一部ですだけれども、えっと、山越という地名は日本国内で知れ渡ってますしまた常住人口は減ってるんだけれどもあのいわゆる交流人口を増やす努力がものすごくされてるし かつバーチャルな山古志村民というのを作ってですねいろんな工夫をしてらっしゃいますでそういう工夫を、まあ、日本はいろいろやってきていてでかつそれを、まあまあ、今の私の立場で言うといろんな JICA 研修なんかでですね世界各国と一生懸命個別具体例としてあの共有を図ってきているわけです、まあ、のこういうことを、まあ、やっぱり地道に続けていくことによってあの世界に広まっていきますしかつ 実際に災害があった国々一番分かりやすい例は例えば2015年の、えー、と第3回国連防災世界会議の1か月後にですねネパールですまじい地震がありましたでネパールの、まあ、特にその首都から離れた割とこの、ね、不便な場所が被災した中で、まあ、それに対してぜひその仙台防災枠組みで言ったビルドバックベータを一緒にやりましょうよと言って呼びかけて、まあ、結構いろいろなことができました でそのビルドワークベーカーっていうのはこのはっきり言ってその派手なプロジェクトではなくてです、ね、例えば母子保険のための,その拠点を作るとかあるいは農村の生活改善のためにです、ねえー、っとその農村の女性が野菜作りとかヤギの飼育とかそういったことを通じてよ,よりその栄養状態を良くしてかつ生計の向上に役立つと、まあ、そういった工夫まで こと細かくやってきたわけですねやっぱりそういうような何て言いますかねまさにそれぞれの、えー、と地域に合ったビルドバックベターを実際やってみてで相手国でもそれを受け入れてやってみるということができるようになってきたという意味では、まあ、変な話ですけれどもあのピコトラのようなあの派手さは,はないですけれども地道には普及してきてるなと思ってきてます。うん あとあの、もう一つ余計なことを言うとですね、あの、兵庫行動枠組みっていうのはですね、あの、私はもう本当にエポックメイキングな、あの、文章だと思うんです。唯一の弱点はですね、兵庫という地名がですね、ヨーロッパ人にとってはとても発音しづらいらしいんですね。大体ヒューゴと言ってみたりですね、ハイゴと言ってみたり、ウーゴと言ってみたりですね、難しいんですけど、仙台なんか発音しやすいんで、あの、有名になったということを私は思っております。はい。 ちょっと余計なことも言いましたが以上ですありがとうございました。<laughs> あありがとうございますあの本当あの詳細にいろんなあの国際イベントですかねそういったところはあの本当緻密に分析されていたことが本当によくわかりましたありがとうございました。えー、っとそれでは次は、えー、慶応大学の、えー、小先生にお伺いいたします。えー 先生あの、えー、最初の,、えー <coughs> あのえー、自己紹介のところであのいろんなご経験、お話しされましたけれども、えーまあ、その経験を踏まえて、えーまあ、日本の復興経験から得られる、えーまあ、教訓、また、あのとりわけです、ね、そのまあ、インドのご出身だということなので、えー、インド、あるいは他の国と比べたときの、まあ、日本の強み、特徴などがあれば、教えていただきたいと思います。またあのこののビルドーベ,ベタですかね若者 若い人にどのようにまあ引き継いでいくのかそのあたりの期待についてお話をお願いいたします。はい、ありがとうございます。まああの日本の教訓中から見て外から見て感じたことがですね。 まず日本から外出ないと日本の良さが分からないんですね。まあ、先ほどの話でもあったと思うんですけれども、まあ、0.1が100に喋ってくださいということは言いませんけどでもまあ西川さんの話でその地味にやってきてることがもう今日本の,その防災の 技術であり防災の力であり防災の知恵でありそういうものがあると思うんですね。でいろいろなところでそういうあの日本から学ぶこと何かということをちょっと本とかでも書いてるんですけれども大きくあのいつも使っているのは GET フレームワーク英語で GET っていうんですね G はあのガバナン,ンスガバナン,ンスは、まあ、政策作りですねで E はエデュケーション、まあ、教育で T はテクノロジー、まあ、技術な でまあ、日本のわれわれ結構当たり前のように思っているんですけども先ほどの,の SDGs とあの仙台が戦うというわけじゃないけど、まあ、最近、海外とかでよくその開発 SD、SDG 防災、仙台枠組みと気候変動のパリ協定この3つのやっぱり総合性は結構大事だということはよく言われるんです、ね、でそれは多分日本のほうであまり宣伝はしていないけど当たり前のようにやっている。 私調べたとき、私 IPCC やってたとき、初めて分かったんですけれども、日本で多分皆さんご存知かどうかわからないんですけれども、まあ、防災基本法は結構まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、気候変動適用法っていうものは日本にあるんですね。世界の中で他のいろんなところに調べても、適用法っていう英語でアダプテーション・ law というものは他の国ではないんですね。それは2018年、 あの西日本豪雨災害のあと大体10月ぐらいにできた法なんですけれどもそれで何がなるというとやっぱり自治体がその法律に基づいてそのいろいろな予算が使えることになってるんですねで同じ2018年にエズリジ未来都市っていうあの内閣府の,あのポグラムがありましてそこも今200数十ぐらいの,あの未来都市がなって。 であとはもちろん防災枠組みというものがあるんですねでその中のまあそういう法律を作ってそれを法律を作って終わるんじゃなくてそれをちゃんと実行まで落としていってそれを自治体まで備えているということがその私が言っているそのガバナンス意思決定とか政策作りの一番コアだと思っているところです。で次教育なんですけれどもエデュケーションのところ まあ先ほどはえっと西川桃子さんがあの防災文化っていうあの単語を使われてたと思うんですけれどもまさにその文化っていうものはやっぱりあの時間かけてから文化が出てくるというものなのでまあ多分教育が一つ非常に大きな柱なんですねまあ小中学校からまあ防災のことわからなくてもまああの小中学校の前の段階でもねあの実際多分キンダーガーデンとかでもみんなやっぱり なんかなったら下に潜るとということそれは別にその教育として使うということじゃなくてまあ自分のハビットですねプラクティスとして使うというものが多分教育の一つ大きな柱でありあとは日本のまあもちろんその学校地域家庭この3つをつないでいく学校だけの教育じゃなくてそれを地域とつないでそれをまあ家庭のところで用いてまあそれを多分いろいろなさまざまなところでやってると思うんですけれどもそれもやっぱり あの一つそのビルドバックベターのまあ怖なところそのエデュケーションのところになると思うんですね。であのよくその日本のいろんな教訓例えばまあ村田さんが先ほどおっしゃったあ,あの一月十七日の朝五時六分にまあ二十九年二十九年経ってもそういうことをやっておられるんですね。実は明日あのインドのグジラート地震のあのグジュラートが二千 1> 1年の1月26日だったんですねで明日で23年になりますけどほとんど多分インド人が忘れてると思うんですね。<laughs> でまあ多分グジュラットで何とかの形でちょっとやってるかもしれないけどだからその前の記憶のを大事にしてそこから毎年やっぱり学んでいてそこでもう一回見直しするということがやっぱり私から見るとやっぱり非常に非常に重要なことだと思うんですね。そそれれがもうインあの日本のいいろろな地域でそれを 非常に大事にみんなやってるということがまたもう一つあの日本から学ぶことじゃないかなと思います。で最後技術なんですけれどもまあ日本のは最初はみんなやっぱり。 海外の人たちが日本は技術の国っていう感じでやっぱり見るんですねまあもちろんそれを日本のその耐震の技術から始まっていろいろな警報システムの技術とかそういうものは非常に進化しているということでそれをもう JICA としていろんなところで海外に展開とかされているところだと思うんですけれどもで先ほどのその他者のところだと思うんですが私としてやっぱり日本の他者と海外の他者に一番今あのいろんなところで行ってるところがその社会イノベーションですね そのサあのよく英語でソーシャルイノベーションって言ってるんですけれどもその境イノベーションをどうやって考えていくかということもう先ほどちょっとあの話してたあのすごい若い方で今スタートアップやっていろんな技術とかやってるでそれをぜひそういう若い人たちがまあその 実際現在の課題っていうのを解決するため大学の中で決める技術じゃなくて本当にその地域に行って地域で何があの必要かということそこを 考えながら一緒に地域の人たちといろいろなイノベーションを持っていく、それが私、社会イノベーションと言ってるんですね。で、最後、私、よくみんな、ラストマイルってよく言われるんですけれども、それを例えば、いろいろな警報とか出すとき、ラストマイルとか、技術のときもラストマイルとか言うんですね、最後の1マイルということ。でも、そのラストマイルの定義が変える必要があると思うんですね。我々、ラストマイルっていうのは、我々がそのソリューション、答えを出している。 地域がそれを受けるということでそっちが最後の1マイルになっているんだけどその考え方を変えて地域がそのマイルゼロになるべきだと思うんですねそこでまず何が必要かということを分かった上でそこからラストマイルがどっちかというと大学でありその企業でありそういうところになるべきだと思ってます、まあ、特に若者に期待するのはそのラストマイルをファーストマイルに変えること最初そこからイノベーションすることがやっぱり大事じゃないかなと思ってます。 あ,ありがとうございます、本当にあの、えー、私、簡単な質問をしたんですけれども、あのえー、解,解説からいろんなあの事例から、本当によくあの、えー、分かりました、えーっと。それでは最後に、あのえー、東北大学の、えー、小野先生に、えー、お願いします、えー、質問はです、ねえーまあ、これまでの、えー、小野先生のまあ国際経験。 えーまあ、とりわけ東北、ねえー、東日本大震災ですけれども、まあ、そこでの復興経験から、えー、得られた、まあ、教訓、えー、これについてどのように、えー、お考えでしょうかとで、えーまあ、これは国内だけではなくて、まあ、東北だけではなくて、まあ、国際的な視点からビルドバックベターの実現に向けた、まあ、課題についての,あの先生のお考えをお聞きいたします。 はい、ありがとうございますあの僕、最後のスピーカーでもい,いろんなこと喋られた後で一番ネタがない中で喋るのきついんですけどあの、えっと、僕、20年ぐらいです、ね、あの大学の途中から海外に行って帰ってきたのが十何年前なんであので西川桃子さんがおっしゃった0.1から100っていうのの逆に 100UFO になってしまってますので。ちょっと <laughs> 100から0.1だから1000で割ってもらって考えて、あの、聞いてください。あの、1000といえば仙台ですけど何言ってんですかね。1000。仙台、やっぱり西川さんがおっしゃったように、やっぱり日本であんまりやっぱり知名度がいまいちなんですよね。これは本当に、でも、あの、SDG があの、横文字だからそういうふうになって、じゃあ、仙台を日本であの、 英語に訳してって言ったら変なことになりますね。サウザンド・プラットなんて誰も、今、今聞いているあの仙台市の人に怒られそうですのでやめます。あのですね、えっ、ー、と、ビルドバックベターが、あの、えっ、ー、と、いつぐらいから本当にあの、考え方があるかと。まあ言葉ビルドバックベタってなって、正式になったのは仙台からなんですけど、仙台枠組の時からなんですけど、あの、僕はあの、記憶してる、ちょっとここに来た時に思い出したんですけど、あの、2004年の、あの、標高行動枠組みの いろんな交渉とかそういう時に連れ出されて。 えっと、ここはあの、今、松岡さん、後ろにやつけど、松岡さんと一緒にいろいろね、あの、苦労してもらってやりましたけど、その時に、あの、当時の事務局長だと、サルバームリセーニョさんっていう事務局長が、日本政府の偉い人とか、多分兵庫県の知事さんだったかわかりませんけど、そういう、あの、面会した時に、この兵庫の会議で何をするんですかってもしょっちゅう聞かれて、で、あの、当時十数名でこの会議を回すっていう、今の UNDRR100 人とか言いますけど、今、あの時はの十何人だったんですね。 13, 13番目に入ったというのを記憶してね。まあ、十何人だったと思います。でも、本当回ってなくて。で、あの、でも、あの、横で聞いてたらですね、あの、例を言ったのを今思い出しまして、先ほど思い出しまして、あの、こう川があって洪水が起きて、こう橋を架けると。で、その橋が洪水で流れて、 で、また橋をか、同じところに橋をかける。また流れて、また同じく。そういうことをいつまでやっててもしょうがない。それをやめるために、あの、防災の会議をこうやるんだみたいな。そういう説明をちょっとしたの、今記憶してます。まあ、ちょっと橋の話になってますけど。で、その、その時に、あの、あの、まあこれは結局、今言ったらビルドバックベターですよね。同じようなことはしないと。ちゃんと復旧復興の時に、防災を入れていくと。 というのが、あの、ビルドバックベーターの簡単な、あの、定義になるかと思うんですけど、で、2 0 0四年、あ二千5年の会議が、あの、インド洋津波の直後であって、西川先生がおっしゃったように、あの、急に、あの、高まって、その、意識が高まってですね。で、そこで、えっと、その後、津波の復興がインド洋のいろんな国で、あの、行われて、その時に、あの、アメリカの当時のクリントン大統領、これが、あの、ビルドバックベターをやるんだっていうことを宣言して、で、あちこちでキャンペーンを やってたんですね。それがビルドバックベーターが多分結構一般に広まった言葉ですけど、ただそれではまだふわふわした状態だったんですが、それが仙台の時にきちんと、 あの、優先行動に、あの、こう入れられたというところがありますので、あの、ビルバックベッド始まったのはもっと前から、多分日本ではずっとそういうことをやってたと思います。それが、やっぱり制度化されるというか、あの、ちゃんとした文章になって、一つ重みができたっていうのがあります。で、あの、先ほどのセッションで僕もちょっと質問した、質問したのは、ちょっとあの、あの、あれですけど、あの、やっぱり制度化されるっていうのが、法律とかいろんな、あの、決め事で、 え、自治体とか国でなっていかないと、一つはなかなかビルドバックペターっていうのは進まないなっていうところは思いました。で、ちょっと話は変わるんですけど、えー、っと、2年前にですね、ちょうど2年前の2月に、あの、コロナがまだちょっとあの、あった時だったので、なかなかいろんな活動ができなくて、で、まあ時間もできたもんですからっていうか時間をこじ開けたんですが、あの、東北の被災地をですね、岩木から青森の八戸まで800キロ、 これを歩くっていう行事をやりまして、で、40日ぐらいかけて、ま、4、5人でずっと歩いて、こう、アポなしでインタビューを実践して、100人ぐらいの方にインタビューして、あの、もう、その辺の道で、あの、った人にこうインタビューしてて、ビルドバックベーター、なんか、どういうふうにして復興されましたか、ま、そんな感じのことを、ま、あの、世間話的に聞いていくっていうのをやって、で、40日になって、で、その時に感じたのは、 あの、まあ、もちろんあの、もう2年前ですけど、すでにあの、復興の工事もですね、あの、だいぶ終わってきて。で、あの、ただ、あの、一つ関心があったのは、あの、今日村田さんが肉親を亡くされたって先ほど聞いて、僕はちょっと驚きましたけど、あの、阪神の時にそういうことは、あの、そういう肉親を亡くされた人とか、近しいし人を亡くした人が、どうやってこう、立ち直って来られたんですかっていうのを、 何人かの人に聞きました。で、あの、本当にインタビューした人、まあ、本当にインタビューっていうか、あの、本当に話しかけた人の中には、そういう話をしてくれる人もいて、で、あの、えー、っとですね、おばあちゃんが、えー、っと、娘さん、30代ぐらいの娘さんを亡くされたっていうことを言って、で、どうやっておばあちゃんそんな、今まで生きてこられたんですかって、ま、また、あの、頑張ってこう、えー、戻ったんですかって聞いたらですね、4歳のお孫さんが生き残ったんですね。 そのお孫さん誰も見る人いないんで、あのおばあちゃんは、そのお孫さんを見るために自分は生きてこられたんだっていうことを言って、でそういうことを何似たような話をする何人の方から聞いて、あ、これはあの、えっとですね、やっぱり人がこう傷ついた時に、こう人をこう傷ついたところを、まあ、助けになるっていうのはやっぱり人だなと思いまして、やっぱり人間の復興っていうのが ないと、なかなかあの物が治っても、その心がですね、回復しないと、非常にあの、復興は、あの、難しいということで、まあ制度的なビルドーックベーターと、人間のこう内面をこう、ビルドーックベーターしていくっていう、こういうのは、あの、すごく両方が大事かなというふうに思いました。はい。それで、えっ、ー、と、もう一つだけ、えっ、ー、とですね。 この、ま、仙台枠組みの、ま、ビルバックも含めて、こうモニタリングが、あの、去年のえっと中間報告のニューヨークの会議でもありました。なかなかいろんな影響で、あの、かんばしく進んでないんですね。あの、実際に。なんで、それどうやったらこう、進んでいくかっていうのを一つのやり方として、なんか仙台防災枠組みっていうと、ま、えっと、国がやるもんだっていうふうに思ってますよね。あの、各国がやると。日本だったら、あの、えっと、内閣府さんとか、そういう中央省庁がこう、やる。 館長をやるみたいに思ってしまうんですけど、でもこれは別に、あの、中央館長のために作ったわけじゃないと、これあの、日本の国の一人一人のため、自治体のためでもあるので、もうちょっとレベルを落として、あの、先代枠組みを、 え、モニタリング、実施をしてみませんかっていうことを、ちょっとローカルに、あの、声をかけて、で、仙台市さん、今日、あの、オンラインで聞いてるかどうかわかりませんけど、仙台市さんの方で、あの、やってみませんかって言ったら、やってくださって、で、その、えっと、仙台枠組の7つのターゲットに対するモニタリングを仙台市がやって、それを、 あの、多分世界で初めてだと思うんですけど、あの、えー、去年のニューヨークで発表していただいた非常に反響がありまして。で、それ、仙台市だけがやるのもったいないので、ぜひあの、日本の他の自治体の、 方にも、そんなお金のかかる話じゃないので、あの、災害被害のデータをちゃんと集めて、で、それをあの、まとめればですね、モニタリングほとんどできますので、で、あの、なんか困ったことがあったら仙台市さん多分手伝ってくれると思いますので、勝手にこんなこと言っていいとかわかりませんけど、あの、そういうことをですね、やってみたらいいんじゃないかと思いました。で、あと、ビルドバックベーターのもう一つの東北での事例として、あの、まあ、ビルドバックベーターに直接、まあ、間接的に関係あると思うんですけど、あの、えっと、先ほど、えっと、 え、え、一房の、あの、ことね、あの、ハットの、神戸ハットの、ハットの島にできたっていうと、あの、ま、ミュージアムですね。あの、防災関係、災害関係のミュージアム。これ、あの、松岡さんが、あの、後ろにいらっしゃる、あの、国連の方でも、あの、世界津波博物館会議っていうのを定期的に、え、に、もう4回目やったんですね。ああいうのはすごく大事だと思いまして、あの、世界、世界でも、あの、その津波の博物館とか、あるいは防災関係の博物館ってあるんですね。で、僕も、あの、知らないところ多かったんですけどそれ、あの、防災関係の博物館、東北に向 たくさんできましたけど。あのなんか えっと、政府がとか大学が催す会合とか、なんかちょっと真面目な、これも今回もかなり真面目だと思いますけど、普通の人があんまり来ない。あの、関心のある方は来ますけど、普通の方はあんまり来ないみたいなところがありますけど、あの、ミュージアムって、あの、皆さん家族連れで観光とかで行きますよね。で、そういうところに、あの、自然となんか楽しんで見られるものっていうのは本当にミュージアムの、まあ、あの、楽しく学べるみたいな、経験できるみたいな、すごく、あの、ソフトな、 あことで、あのビルドバックベターにつながっていくのかなと思って、すごくあのそういうのもいいかなと思ったところです。じゃとりあえずこれとします。はい。はい、ありがとうございます。 あの私も2016年から18年にあの復興庁の岩手復興局で現場の経験をあのさせていただいてにあの復興創生期ですかインフラはもう出来上がっているところで,で、えー、にその経済の復興とかですねそういった仕事をさせていただいたんですけどその後はあの先生がしっかりといろんなあの形であれですねあのその教訓をあの、まあ、後世に残すというんですかあの先ほどの復興博物館ですかねそういったあの形にして,、まあしてまあ、それをさらにあの生かすような 活動もされているということで、非常にあの嬉しく思いました。えー、っと、それでは、ここであの、えー、っと、皆様からあの質問とかコメントを受け付けたいと思います。あの、えー、挙手していただいて、スタッフがマイクをあの回しますので。えー、ぜひ、あの、あのコメントでも、感想でも、結構ですので <laughs>。よろしくお願いします。あ、どうぞ。<coughs> 貴重なお話ありがとうございます。神戸市看護大学の黒田と申します。コメントと質問があります。まずコメントなのですが、その小先生がおっしゃっていた、の防災はその文化でもあるし教育でもあるっていうことを聞いて、ちょうど昨日サイドイベントに参加したのですが、その中のグループワークで他の国の方が その防,災防災は日本ではもう文化になっているとおっしゃってくださって私、その防災を文化って思ったことがなかったので新たな気づきがあったことと、うん、今、ラジブ先生のお話を聞いて確かにもう幼稚園や小学校の頃から地震があったら机の下に潜るって習っているので教育でもあるんだなという気づきがありました。 また、同じく、えー、ラジブ先生の言われたことで、その日本はその震災から学ぶことを教訓としてその毎年そのイベントなどを開催して忘れないようにっていうのが、私の卒業した中東でもそういうイベントをしてたので、あそれって大事なことだったんだなって気づきました。でえっと 次に小、えっと、野先生がおっしゃっていたそのミュージアムとすることで家族連れなどがいてソフトに防災を考えられるというのが私も人と防災未来センターにちょっとあの行くことがあるのですがその時に遠足で行く人も子どもたちもいてあそうやって防災って身近にミュージアムもなんか身近に人と う防災をつななぐんだという気づきがありましたで最後に質問なのですがその小野先生がおっしゃっていたその仙台市で仙台防災枠組みをしませんかでして実際にされたと聞いたのですがその具体的にどういうことを仙台市でされたのかをお聞きしたいです。 はい、じゃあい、はい、簡単に。あの、仙台市にお願いした、というか、やったのは、仙台防災枠組みに7つのグローバルターゲットっていうのがあるんですね。死者の数を大幅に減らすとか、経済的被害を減らすとか、その、えっ、ー、と、2015年に7つ作ったターゲットがあって、それを仙台市さんでモニタリング、仙台市のデータを使って、 で、仙台市さんでモニタリングしてはどうですかっていうふうに言ったんですね。で、モニタリングしてくれて、で、結果が出て。もちろん、仙台市さんは被災地なので、2011年の大きなあれだけあったので、あれに比べると、絶対に死んでる人の数とか減ってるはずなんです。それはもう最初から分かってることなんですけど、じゃあ、あの、地震津波と、 え、気候変動関係のやつを分けて出してみたらどうですかってそういうところもいろいろやりとりをして、で、地震津波も,もちろんこう減ってますけど、影響は。でも、あの、気候変動からもまあ、洪水とか、そういうところは、こう、微増していたというようなことが分かったり、ああ、じゃあもってこっちやらない,らないといけない。まあ、それやることで、もう政策に影響を与えることができるんじゃないかと思ってですね。まあ、ちょっと、自分の町は自分でモニタリングをした方がいいと。 で、それを何をもってモニタリングするかっていうと、やっぱり災害、被害のデータが最後はアウトかもそこなので、で、まあ、ま、あの、まあ、歳によって変動はありますけど、10年ぐらいと10年ぐらい、昔と10年ぐらい後とは比べてみたりとかっていうのが仙台枠組みのあの、ことが書かれてますので、これはあの、本当はあの、国だけでなくて、 日本の自治体でもやっていて、日本の自治体で本当に千何百の自治体が全部できたら、それ、ものすごいことだと思いますけど、でもあの国は防災白書って実際やってますのでね、防災白書の本当にあの自治体版みたいなのがあってもいいんじゃないかということで、そういう意味でした。ありがとうううございます、えー、っともう一人あどうぞ ありがとうございます。あの、ユネスコのタブシ、あの、ユネスコのディザスターリスクリダクションユニットのタブシと申します。あの、自然災害が少ないパリから本日参加しております。あのー、2点。 私の最近の個人的な悩みについて、どなたかからちょっとご意見をいただければと思うんですけれども、あの、まず1点目が、近年、あの、私もユネスコで災害の担当をしておりまして、いろんな国でいろんなプロジェクトを回しておりますけれども、えっ、ー、と、近年やはり、えっ、ー、と、去年のトルコですとか、モロッコですとか、あの、地震、えっ、ー、と、洪水様々な話があって、で、国際社会でもやはり、えっ、ー、と、防災に関する、えっ、ー、と、問い合わせ、関心というのは非常に高まっているというふうに私自身もすごく感じております。 でえっと、去年の9月ですけれども2月のトルコの地震を受けて、えっと、半年たった後ですけれども私自身も被災地にあのお伺いしてです、ねえっと、調査に参加したところでございますでトルコで、まあ、あのすごいです、ねえっと、マンションが倒れていてこの地域でもう数千人が亡くなりましたみたいな話でもう絶句したところなんですけれどもただ一方であの私国交省からの出向で検知基準についていろいろとお伺いするともうトルコではすでにほとんどあるというふうな話もいただいておりますじゃあ倒れたものが どうなっているのかということで残ったものを見てみるとですね、まあ、鉄筋はあるんですけれども過密廃棄になっていて間にコンクリートが流し込めずに全然定着してないとか、えっ、ー、と封付金をあの忘れて膨らんでるとかですね、えっ、ー、といろんな施工つまりそのえっ、ー、と建築ビルディングコードの施工と。 あと、ま、えっと、建設業法的な施工技術、施工のちゃんとした施工ですね。そういった課題があるのかな、というふうに思ったところでございます。で、これまで私自身も、あの、ま、ビルディングコードがないところについては、そういったものをちゃんと作ってくださいと。で、ま、他の基準からコピペしているような国については、ちゃんと中を、 理解してトレーニングして実行してくださいというふうに申し上げたんですけれどもそのトルコの被災地を見てビルドバックベターといったときにまあ急ピッチで皆様のその建物を建て直さないといけないという中でそういうその基準はあるけれどもえっ、ー、とそれに適合できない で,できるのかもしれないですけど、手を抜いて当時やっていたということも問題になっているところで、どのようにやるのかなというふうにあの現場を見て思ったところでございます。ちょっと課題がその単に行動を作るだけじゃなくて、そういうそのインプリメンテーションというふうに先ほどあのおっしゃっていただきましたけれども、そういった話に移ってきているような印象をどうもその現場で私は感じましたので、そこについて今後、ですね国際社会、どのようにビルドバックベッター、さらにあの高めていけるのかというようなことで、私、あの日々悩んでおりますので、もしご意見があればいた いいただければというのが1点で、ございます二点目については、さっきあの、西川桃子さんも、あの、日本企業が控えめだという話もございましたけれども、あの、先ほど申し上げましたように、私、あの、いろんなプロジェクトを、あの、世界でいろいろと、あの、特に都、都城区の中でやっているんですけれども、あの、ユネスコのサイエンス部局にいるということもあって、あの、デジタル技術、AI ですとか、さまざまなツールを使って、えっと、防災の、えっと、取り組みを、あの、応援しているというところでございます。で、やっぱりその、えっと、中国ですとか、ヨーロッパですとか、 が、様々なところから、えっ、ー、と民間企業の方がこんな技術あるよ。っていうことで、ユネスコのえっとプロジェクトにアプライいただくんですけれども、まあまあ日本の企業はあまり来ていただいてないという <laughs> 状況でございます。で、えっ、ー、とまあ、先ほど。 おっしゃっていただいたようにヨーロッパであまり防災経験がないにもかかわらず、えっと、彼らはそういった技術を提案してきて、どんどんあの、参画しようと。あの、気候変動で SDGs がかなり今経済活動に密接になっておりますけれども、やっぱり公的資金よりも民間の経済活動の方がお金が多いという中で、サステナブルに防災を取り組むためには当然民間企業が関わらないといけないというふうには私も当然認識はしてるんですけれども、果たしてその日本の方々、企業の方々すごい技術を持っている中で、 ちょっとその、えっと、公共貢献的にビジネスとしてやってないところも非常に多いかと思うんですけれども、どのようにその今後海外展開、どんどんしていただけるのか、その日本のせっかく優れた防災技術があるのに、どうやってその、えっと、世界にそれをスタンダード化していけるのかというようなところで、えっと、そちらはあの、国際公務員というよりも元々の国交社の国家公務員として悩んでおりますので、ぜひそちらについてもご意見があればいただければ幸いでございます。以上でございます。 えー、いやあのどっちのご質問をごもっともなんですけど <laughs> えっとまずその、えー、っと建築基準はあるけれども基準があることと実際それが実際使われてるかどうかほとんどの国は別なんですよね日本はたまたま昔住宅金融公庫の低利融資というすっらしいインセンティブをもう、ね、我々の先輩が考えてくれたおかげであ,あの 建築基準を守るのが当たり前の社会なんですよね。だって日本では、えっ、ー、と、どっかのね、某あの安っちアパートをたくさん作る会社が、建築基準をあのすっぽかして、なんかやってて、それが見つかると、新聞で大々的に叩かれますよね。ある意味では、そういう意味での防災文化がしっかり根付いている、ね。なぜかというと、日本の住宅マーケットでは。 建築基準を守って建物を建てるのは大前提でなってるからそれをあの抜け穴をやるとこいつらけしからんって言ってマスコミが叩いてくれるという幸せな社会なんですけどそこまでなかなかななないってんですよねなのでやっぱり私はその解決策としては取り締まりには限界があるんでやっぱりちゃんとやったらインセンティブが与えられるって仕掛けを他の国でも。 あのできるときっといいんだろうなというのがまあ常々思ってるんですけどもただこれなかなか言うじゃないですね一回世界銀行が1999年の地震の後にトルコでやろうとしたんですけどなかなかうまくいかなかったらしいんですよねうんだけどまあともかくあの施工管理品質管理えであとは日本って実はその昔々1950年代に TQC 運動っていうのが製造業の世界でとっても流行ったんですよ。トータルクオリティコントロール。それまで日本の輸出品っていうのは安かろう悪かろうってボロクソに言われてたんですね。それじゃあダメだっていうんで、品質管理っていう概念を日本の製造業が取り入れて、それが実は社会の中で品質管理をやるというのが製造現場だけじゃなくて他にも波及したことがあるので、 何かそれと同じような、なんて言いますかね、あの、きっかけがあると、他の国でもできるんじゃないかな、ということは思っております。はい。であとは、あの、もう一つ、その、えっ、ー、と、日本の技術、せっかくいろんないいものがあるのになかなか海外で、まあ、一つはですね、今、残念ながら日本の企業は装飾系なんですよね。食欲なんかみんな少ないんですよね。外国行って飯食おうなんて全然思ってない人が多いのが、 一番困ったなというのがもう一つとあとあもう一つはあのやっぱり安からを歩かれよう悪化用よりもちゃんとその必要な性能をみなすものを使うのが当たり前だという国際ルールを作るしかないと思っています、まあ、そういう意味であのここ、えー、と数年です、ねまあ、東北大学が中心となって、まあ、あの国際標準化あー防災分野の国際標準化いろいろ取り組んでいます。 で、ようやくですね、地震計については間もなく、あの、できます。で、多分その第2弾、第3弾、これから出てくると思います。で、ただ、その、えっ、ー、と、国際標準ができたから、あの、普及するっていうものではないんですけれども、まあ、一つの手がかりにはなるのかなと。で、やっぱり、あとはもう一つ、さっき、あの、桃子さんがおっしゃいましたけども、もっとちゃんと日本が、日本人が説明しなくちゃと、もうそれに尽きると思っております。はい。お答えになっておりますでしょうか。 啊，就是。 実は私もちょうど去年の9月にトルコに行ってて、で、アファードと、あの、その向こうの研究機関ですね、あの、そこと一緒に回ってたんですけれども、多分あの、あの、傷ついたと思うんですけれども、トルコで2種類建物があって、一つはその時、時っていうと向こうの、あの、住宅金融機関が作った建物。もう一つは民間が作った建物。時の建物がほとんど壊れてないんですよ。今回も地震の一番、あの、震源地の近いところでも全然そのまま残ってる。ということは、やっぱり体制の 基準の技術とそれのテクニックと実際本当に現場でそれ実行していく力があるんですよね。ででも民間でそれやってる 建物がほとんど壊れているというところが、まああの、西川さんのおっしゃるとおり、まあそういうインセンティブを与えるということがもちろん一つだし、もう一つはですね、やっぱりその、それ誰が買うというと我々みたいな一般市民が買うんですね。だから我々の意識とかもやっぱりちょっと畳めていけないといけないということもあの必要だと思うんですね。そのインドのグジラ地震の後も、いろいろなそのみんなが買うとき、じゃあちょっと耐震あの、あの、耐震基準どのぐらいどうなってるか見せてくださいとか、そういう運動が一時期結構流行ったんですね。 でも、その後時間経ったら、それまた、せずんじゃうということなので。そこをどうやって、やっぱりちゃんと、続けていくか、ということも、非常に重要かなと思います。そうなんですね。はい。はい、ありがとう。西川、あ、桃子さん、これって、何分まで、あるんでだけ。<や>コーヒーブレイクが、次入りまして、次のセッションが35、三十五分。あ、なるほど、あの、ちょっとだけ休憩時間が、あれば大丈夫です。であのした通り、あの、本当に。 えー、いい質問というんですかね、あの最後の,あの2つの質問はかなり高度なあの質問でしたけれども、あの私も少しあの最後、西川先生がおっしゃったあの防災の標準化ですかね、これなんかあの国交省の水局と内閣府の仲よさんで、少しそういう取り組みがあるような話も聞いてますので、私もまたそういうのをあの勉強しないといけないなと思った次第ですけれども。 えっともう本当三十五分から次のセッションが始まりますのでまあ最後あのえー、っと順番は、えー、小野先生からあのまあ感想をもう一分程度で <laughs> あの始めてくれたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますはい、はい、ありがとうございますえー、っとあの西川先生があの運善不現だけのことをちょっとおっしゃってましたけどあの島原の復興のなんかあの僕あの元市長さんとちょっと婚姻にしたことがあってですね最後にどういうふうに持っていったらいいかっていうところであのジオパークっていう。 さっきのミュージアムにつながるんですけど、それをこう、ユネスコと一緒にこう、作っていったっていうんですね。それ多分日本で最初にそういうことをやられたのは島村。で、あの、神戸が、先ほどの、これ IRP もその時できましたし、西川さんですね。あと ADRC とかいろんなこの防災の会議をやったことで、こう、イニシアティブを作って、末永くこうやっていくと。それからあの、仙台の場合は、 復興あの、災害からですね、4年か5年、もう本当に復興の真っ只中だったので、なかなかお金はもう復興の、東北の復興の方を集中して使うということで、ちょっとお金がない中で、箱物とかいろんなことができなかったんですけど、それで東北大学の方でちょっと一計を案じまして、あの、二つに、イニシアティブを作って、一つが災害被害統計を世界中から集めてくるセンターを東北大学に作る。で、これはあの、災害被害のデータっていうのは、あの、ADR 水産もあの、いろいろ取り組みをされて、 れてますけどなかなかあの当時集まらなかったんですけど今それを一生懸命集めてる。で、もう一つがですね、あの、参観学民連携の世界防災フォーラムっていうのをこれをあの作らせていただいて、まあこれはあの、本当民間の方がですね、たくさん入ってくれて、もちろん研究者とかも入るんですけど、あのそういう中で、まあ最後、どういうふうにこう復興の、このなんか、えっ、ー、と、 もっと、あの、あれをどうするかっていうところで、やっぱり世界と結ぶっていうところはですね、非常にいいと思います。で、あの、そうすると、なんでかというと、自分たちが、あの、本当に教訓、大変な思いをしたことを、 その世代で終わらせこい、知っていただきたいという、もうそういう熱が、あの、兵庫県も当時ありましたし、今、今ではあると思います。あの、仙台、東北でも、こう、経験をシェアしたいっていう、もう、二度とこういう過ちを他の人に繰り返してもらいたくない。で、そういうところで、やっぱり世界とのイニシアティブっていうのがすごく、あの、あるかなというふうに思いました。以上です。 あ、ビルバックベターに対する2点、あのちょっと考え方があります。で、まず1つはビルバックベターとやっぱり将来のことを考えるんですね。で、将来のことを考える時、やっぱりこの45年見てもやっぱり新。 新しいいろんなリスクがやっぱり出てきてるんですね。まあもちろんこのコロナのクライシスもあったし、まあ、エネルギークライシスあのいろんなところでそのロシアとウクレンのあの戦争によってエネルギーの問題も出てきてるし、で世界経済フォーラムが今年にあのこの1月に出したあの報告書による,あのよるとこれから2年 2年から5年の間に一番大きな課題は、まあ一つはそのデジタル格差ですね。その我々このコンピューターとか、Z、o ー m とかそういうところに結構頼ってて、で、それがあるところとないところの差が結構大きく出ていって、で、それによって新しいリスクが出てきてるし、あとデマですね。この前あの、能登半島地震の後でも、この地震がその人口地震ということで、まあ、私あのデータ見たら、 37万人の7万人がツイートしてるんですよそれでそれをそのぐらいツイートとリツイートしたらそこでお金が入ってくるからやっぱり結構複雑的なものになってきてるんですねだからちょっとビルドバックベター考えるときその将来の全体的のリスクランスケープと我々よく言ってるんだけどリスクがどんな感じで考えてあの変わっていってるかということを考えながらやっぱりビルドバックベター考えないといけないそれはまず一つです、ね、で二つ目はそのコンセプト的に ビルバックベタが非常にいいコンセプトなんですけれども、まあ、どっちかというと私、いろんなところでそのプリンシプルとか見たら、これがなんとなくその、アメバですね、あの、その、単細胞のアメバですね、形が変えていくということがやっぱり大事。たまに丸くなったり、たまに細長くなったり、たまにちょっと違う、あの、そのセーフになったり、その地域特性によって、やっぱりそのビルバックベタの形と定義と必要性がやっぱり変わっていく。 べきだと思います。以上です。はい、えっ、ー、と私の方から2つ言いたいと思います。1つはビルドバックベターってやっぱり突然できるもんじゃないんですよね。日頃から我が地域は将来どうあるべきかってことを考えている人が何人か少なくともいてで、たまたま災害があったんで。じゃあこのまあ。 不幸な事故を事,事件を起こったんだけれども新しい姿を目指そうと思って動くと何とかなるとで古くは、えー、と101年前の関東大震災の後の帝都復興というのももともと実はあれのちょっと,、えー、と確か2年か3年前に日本で初めて都市計画法なるものができて、えー、とちゃんと計画的に都市計画ができるという制度が下地にあってそこであの ことが起こって、じゃあ、日本の都市に、ちゃんとした近代都市計画をこの際使って、いい、あのこう壊れてしまった昔の江戸の骨格を、新しい東京の都市に作ろうというビジョンを掲げた、まあ、後藤新平というリーダーがいて、それで成り立ったということもあります。で、えっと、私が関わったに、例えば新潟中越地震を見ても、たまたまなのか、あれですけれども、山古志村には長島さんという非常に優れた、 リーダーの村長さんがいて、それを、の隣の長岡市には森さんという、これまた非常に優れた市長さんがいて、まあ、何の偶然かの二人が揃っていて、で、不幸にしてこんな災害にあったんだけれども、より良い復興をしようと、お二人がおっしゃって、まあ、今の姿があると。だから、常に、やっぱりこの地、我が地域の将来像を考えてるっていうことが一つ。で、 それがたまたま災害をきっかけとして、じゃあそれが発動されるっていうのがきっと本来の姿なんですね。で、えー、っと、まあ幸い、まあほとんどの国は民主主義国家です。それぞれの地域のことを自分たちで常に考えていて、それを地元の都市計画、地域計画に反映されるのは普段の姿なんですけれども、それを一気に加速するのがひょっとするとビルドバックコメターなのかなという気がいたします。 なのでともかくその将来ビジョンを常に持っているということ実はそれが事前復興に結びつくということあとはちゃんとそれをその担いでくれる地域のリーダーが必要だなということをつくづく思っております。以上ですははいあの今回は 大先輩のお話を異とないで聞かせていただいて、大変学ぶところが多くありました。ありがとうございました。あの、皆様のお話を聞いてて、こう、防災ってこう、文化なんだということが、まあ、改めて実感されまして、私たち日本人が当たり前だと思っていることが、まあ、実は外国の人にとっては当たり前ではないかもしれなくて、で、まあ、すごくこう、貴重な経験だったり、価値があることだったりするんだろうなっていうのを、あの、痛感いたしました。今回、あの、IRP の、あの、このフォーラムの企画をやらせていただいて、ちょうど明日、兵庫県の の方々のご協力により人と防災未来センターへのこう英語ガイドツアーというのをあの企画しているんですけれどもで特に今、スピーカーで来てくださっている外国からの,あのゲストの方に参加していただくんですが皆さん、すごい楽しみにされていてで多分ですけれどもまあお国にはもしかしたらそういうミュージアムってないのかなとかあの皆さんのお話を聞いてて改めて思ったので私たちの当たり前がまあすごい可能性があるんじゃないかなというのを痛感した時間でした。 はい、えー、懐かしい方々のお話、いろいろと伺いました、私のビルドバックベターの原点は、2001年のインド・グジャラート地震の被災地に、ラジブ先生に連れて行っていただいて、そこでの、まあ、良質な材料の提供、住民への、えー、建築技術の伝承、当時、モディ・グジャラート州知事さんが、 引いいててされていたその復興の形態です23年経ってだいぶ忘れられているというのは残念ですがそのモディ州知事が首相になられて G20 につながっていったというのは今回改めてその語り継ぎ持続的に防災を考えることの重要性というのを認識させていただきました明日人と防災未来センターに行かれるということですけれども できてもう20年以上経ちますけれど年間50万人以上コロナが明けてからまた増えてますね。うん え、春夏行ったらもう本当観光バスがずらずらと連なって、え、しっかりと、え、語り継ぎが継続されているかなと思います。え、海外でも、ま、インドネシアとか、え、中国とか、え、台湾とか、そして、え、トルコにも、え、人と防災未来セン、ター特にトルコのブルサーには人と防災未来センターと、非常に似たような施設があります。え、去年の地震の後、え、私もすでに2回行って、え、来月は学生連れて、え、被災地行きますけれど、え、ガジアンテップとかデニズリでも、 人と、人のような、ブルサのような防災ミュージアムを作ろうという取り組みが浮上してきています。箱物だけではなくて、歌とか踊りとか劇とか、あるいはバーチャルに語り継ぐという取り組みも世界中でいろいろとありますので、被災経験を忘れない語り継ぎの取り組みを今後も支援していきたいと思います。ありがとうございました。はいいありがとうございましたお時間すみません、大幅に浄化してしまいました。<laughs> あのまあ、本当はあの最後に、えー、っとあのこのビルドバックベターですけどあのまさに今、あの野田半島地震でいろんな対応をしております、えー、まあその対応はです、ねえー、阪神・淡路大震災の教訓、あるいは東日本大,大,大震災の教訓ですね、こういったものが本当に生かされたのかどうか、これまた今、あのすぐにやる,やるのはなかなか。あの 現場であの今、一生懸命働いている方に申し訳ないですけれども、まあ、そういったこともまた数ヶ月後、あの明らかになってくるんじゃないかなと思いながら聞いていました、あのまあ、私もあのマスコミテレビで見てるぐらいですけれども、まあ、順調にあの復旧・復興が進んでいる様子が刻々と伝えられています。きっとあの先ほどあの、えー <laughs> と リーダーをされた方がいるのかどうかきっとあのいるんじゃないかなとそれでああいった形で進んでますしあのその被災地にリーダーがいてまた外からあの支援する方がたくさんいてと,ということであの着実に能登半島自身もあのビルドバックベターに向かって進んでいくことをあの期待しまたあの、まあ 今回は国際会議であります。あの、後ほど、あの、IRAP のホームページで、あの、ビデオのアーカイブが出るということです。あの、まあ、ぜひこれ、海外の人にも見ていただきたいなと。まあ、ただ、あの、非常に、ね、内容が構図すぎて、海外、とりく途上国の人に分かっていただけるのかなというところはありますけど、でも、まあ、それを、あの、きちんと、あの、日本からあ、きちんと、あの、それを伝えていくのが、まあ、この、 まあ日本のあの防災分野のまあリーダーとしての務めでありますし、また IRP の仕事でもあるのかなと思った次第であります。ながあの長い間一時間半お付き合いいただきまして大変ありがとうございました。以上でパネルディスカッションを終わります。どうもありがとうございました。